皆さんこんにちは、クリエイティブピースです。今日は耳を澄ませばをレビューします。イエーイ。なんでこのタイミングでね、耳を澄ませばなのかってことなんですけど、実は今年2020年の9月18日に実写版のね、耳を澄ませばが公開予定だったんですよ。キャストはね、清野菜名さんと、松坂桃李さんっていうね、人気俳優の方々なんですけど、おそらくコロナの影響で海外撮影ができなかったっていうことなので、聖司君のことだからイタリアかなと思うんですけど、それでちょっと公開が遅れてるということで、もしかしたら来年かなと思うんですけれども、予定としてあったんで、今日はオリジナルの方のね、アニメ版をレビューしたいと思います。監督はですね、近藤義文さんという方で、ただ1998年にですね、病気ですでに亡くなってしまっておりますので、48歳という若さですよね。若いですね。最初で最後のね、そうそう、長編監督作品となったんですけど、原作はね、皆さんもご存知かと思うんですけど、少女漫画雑誌のリボンで連載されてたもので、ちょっとね、設定が違くて、映画版だと主人公しずくが中3なんですけれども、中1の設定になっていて、で、せいじくんもね、映画だとバイオリン職人を目指してるんですけど、画家っていう設定になってます。あらすじなんですけれども、読書が大好きな中学校3年生の月島しずくは、自分が借りる本の図書カードにいつも天沢せいじっていうね、同じ名前があることを発見します。で、実はそのせいじくんっていう男の子が同じ学校に通う同い年の子だったんですね。バイオリン職人を目指していて、すごくこう明確な目標があると。2人の距離がね、だんだん縮んでいくんですけれども、そのせいじくんの姿を見てしずくはね、こう焦りとか葛藤を覚えて、恋愛やね、こう進路に本当に葛藤する若者を甘酸っぱくかつ爽やかに描いた青春映画となっています。実際ね、私と N はね、聖地である聖蹟桜ヶ丘にいたことが、はい、巡礼いたしました。巡礼しました。 K はね、唯一今ね、 CP で男性ですけど、この映画になんかキュンキュンとかしました？キュンキュンっていうのはやっぱりあれだよね、夢をなんていうの、追いかけるっていうところに結構触発されたね、キュンというかね、好きなところですね。キュンっていうかグーグー今日の衣装はですね、もう見てわかる通り、しずくちゃん完成度めちゃくちゃ高いんじゃないですか。いや、もう感動しました。しずくだからね、ちょっとね、しずく意識。そしてこちらはせいじくん、バイオリン作っちゃうよ。恐れ多いせいじくん、ファンの人怒んないよ。30年後ぐらい。どっちかというとおじいちゃんの方が合ってるけどね。大丈夫よ。バイオリン職人。あのさ、はい、ありがとうございます。そして私は誰かわかるかな？キーパーさんのお父さん。マニアック。これすごいね、これ。このね、アームカバーはCP ファミリーのね、応援してくださっている方が作ってくれました。ありがとうございます。今日は N からレビューしていただきたいと思います。はい、ではお父さんからね、行こうと思います。このね、耳を澄ませばは、実は私、歴代で一番多く見た映画になります。数ある映画の中で。ジブリ作品ってわけじゃなくて、すべてのジャンルの映画で。すごいね。その時はね、VHS ビデオだったんだけども、もう擦り切れるほどっていうのが、そのままっていうぐらいめちゃくちゃ見ました。せいじくんにね、恋をした女性は多いと思う。いやー、した。っていうか、してない人はいないんじゃないか。そうだね。もうそれぐらい知的でね、ちょっと大人びたね、感じがね、すごいタイプだった。そしてね、せいじくんのね、スタイルがね、いいのよ。ああ、確かに足長い。そう、ハイウエストのデニムを履いてるんだけども、そこでハイウエストが出てきた。そうなってて、なんだこのスタイルみたいな。で、こう風になびく時のね、ジブリ結構そうなんだけど、髪の毛の感じが好き。話し方もね、好きなのよ。アホっぽいけど、なんとかだぜとかね。ちょっと一瞬嫌なやつじゃん。嫌なやつなんだけど、ね、ちょっと好き。嫌なやつの入りは脚本的には20万円。おー、ラストはちょっとね、個人的に小学生で見ても、もう結婚決めちゃうの中学生でって思った、なんか謎の自分がいたりして。いや、思った。みんなどう思ったんだろうなって。最後に言いたいのが、この私がお父さんになった理由でもあるんだけど、小学生の時見た時は、なんだこのお父さんぐらいな感じだったのね。
でも大人になってみるとお父さんのね存在と言葉がすごいジーンときてね、雫と進路の相談をしてる時に、よし雫、自分の信じる通りやってごらん、でもそれなりに人と違う生き方はしんどいぞってことを言うんだよね。なんかその言葉にこうその時は不安だったけど、今だったらそれなりに人と違う生き方をしてるのでね、そうだね、全員そうだね、なんかねグッときて、お父さんみたいな、それでもね応援してくれるお父さんって本当に素敵だなって思って、棒読み父さんって言われてるんだけど、その棒読み感が癖になるんだよ。続いて私のレビューをいきたいと思います。私はですね、皆さんも本当に感じてると思うんですけど、この作品はね憧れのシチュエーションがいっぱい詰まってるんですよ。あるよあるよね皆さんも多分ね熱くなってると思うんですけど、まずはね今ちょっと出たように図書カードに同じ名前がある、夢を持った男の子と恋に落ちるってもう、最高じゃないですか。最高、好きです。あとはね、猫を追いかけた先に素敵な小道具屋さんを見つけるっていう、そのシチュエーションすっごく憧れて、猫いないかな探しちゃうみたいな。小道具屋さんの店主の方が作ってくれる励ましのこのうどん、はい、あもう美味しそうだったね。あれもう冬かな、冬だと寒い時だよね、寒い時、そういうなんか結構憧れのシチュエーションが散りばめられてるっていうのと、若者、特にそのクリエイターを目指す人たちの、応援歌になってる映画かなってすごく思って、さっきのねお父さんの言葉ももちろんそうですし、雫が物語を書き終えるっていうことが、やっぱクリエイターにとって何か一つこうぐちゃぐちゃでもいいからとにかく完成させるってことがどれだけ大変かっていうのを身に染みて感じるところだから、本人も内容はまとまってないんですけどって言うけど、書き終えたっていうことがやっぱりすごく大事、泣いちゃうシーンいいよね、もうすごいわかる、なんか、そうそうそう、だから今見てもやっぱりそういう気持ちが手に取るようにはなるし、そういう意味ではなんか普遍的なものを教えてくれてる。最後にあとカントリーロードの歌もね、本当の英語のカントリーロードは故郷に気持ちを馳せてる内容になってるけど、和訳に関してはもう僕は行かないっていう、帰らないよっていうような宣言になってて、未来に向かう雫たちのメタファーになってるんじゃないかというふうに書かれてて、ただね私はね小学生の時に見てすごく歌詞の内容が寂しくて、あわかる、いいじゃん帰ってもみたいな気持ちにちょっとなったんで、そこはね捉え方次第かなと思うんですけど、そんなところが私のねでございます。 K お願いします。現実と夢のビジュアル化ということで、この作品でキーになるところはやっぱり実際の現実の世界と、あとバロンがね出てくる、このバロンがね、夢の世界っていうのがあって、その夢っていうのはね、聖司君はバイオリン職人になると、しずくちゃんは小説家になるっていう夢があって、でも現実の中で実際になかなかうまくいかなくて空回りするような、そのもどかしさがすごいいい作品なんですけども、それを美術背景で再現してるっていうのは素晴らしいなと思いました。聖蹟桜ヶ丘ね、現実の世界では、多摩丘陵、地形を生かしたロケーションっていうのをすごくうまく使っているなと思います。駅降りて図書館に行くと階段をすごい急なで車が見えるところがあるんですけども、アニメーションならではというかちょっと誇張したような構図っていうのもちょっと浮遊感があるというかね、でその浮遊感つながりで言うと、夢の世界のバロンがくれた物語っていうね、しずくちゃんが書いていた小説なんですけども、飛ぶんだよね、彼女はバロンと一緒に、あの浮遊感にすごいリンクしてるなと思いました。でその世界のイラストを描いたのが井上直久さんっていう、画家でイラストレーターの方なんですけれども、この人の作品を宮崎駿さんが購入したんですね。でその作品が上昇気流っていう作品のタイトルですけど、ちょっと調べてみてほしいんですけど、まんまあの世界です。がっつりインスパイアを。インスパイア、めちゃめちゃ受けた作品で、少女がこうやって空を飛んでるんだけども。乗ってるしね、上昇気流に。そうそう、乗ってるんだ。そうそうそう。あそこいいよね。ジブリ美術館に同じ絵を描いてくださいって頼まれて、上昇気流2っていうのを描いたんだけど、ほぼ同じ構図なんですけど、下にね、家があるんだけど、
家の扉を開けて、ね、バロンが描かれてるっていう、いるんだ、アレンジしてるっていうのが、ね、嬉しいね。美術館に行ったらぜひそこ見てみてください。で2つ目が天才、近藤芳史さん、監督さんですね。僕一番最初に見た時にジブリ作品もすごい好きなんですけれども、近藤さんって天才だって本当に直感的に思いました。大胆な動きのアニメーションと、あと繊細な何気ない普通の生活の中の動きっていうものを大事に描いてるっていうところが本当に素晴らしいと思います。ジブリの高畑勲さんと宮崎駿さん、ね、二大巨匠がいるじゃないですか。高畑さんが蛍の墓で、宮崎さんが隣のトトロ、同時期に作った時にこの近藤さん取り合いになったっていうね、逸話が残ってるぐらい。蛍の墓の方に行ったんですよ、ね、そうプロデューサーの鈴木さんが、あの宮崎さんに君は絵が描けるだろうって言われて、はい取られたんだ、泣く泣く取られたっていうぐらい、もう2人の巨匠から絶大なる才能を認められた近藤さん、続いていたら多分ジブリの後をね背負った人になったかなって思うぐらいの本当に天才だと思います。でこれ耳を澄ませばのタイトルちょっと変わってんなと思ったんです。そうだね、最初なんか一体何なんだろうって思ったけど、確かに本当に、ね、何に耳を澄ませばかなって思ったんだけど、ウィスパーオブザハート、心のささやきって感じの、つまり他の人の周りの声を聞くっていうよりは、うん、もう自分の心のうちの声を聞く、耳を澄ますみたいな、どうしたいんだいって感じだよね。自分はどうしたいんだい、そう、ね、それでは皆さん次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、グッドボタン、ベルマークボタン、コメントもぜひお願いします。お願いします。インスタグラムもぜひぜひフォローお願いします。フォローしてね。ストーリーズもやってるよ。耳を澄ませて。それでは皆さん、さよなら。さよなら。クリエイティブピースでした。しずくん、大好きだ。君にはやばい。I'm sorry.